はい、お世話になってます。おはようございます。こんにちは、こんばんは。はるはるチャンネルです。えー、令和6年6月24日ですね。いや、なんかね、<laughs> 寒暖の差が激しくなってきましたね。<laughs> 昨日は毛布2枚で出ました。<laughs> はい、皆さんはということです。えー、っとですね、まあ、都知事選のね、えー、序盤戦で戦略くっきり、小池氏は公務重視、重視、蓮舫氏は繁華街伝説ということで、各ね、あの、 えー、立候補者がですね、まあ、外宣活動というか、宣伝活動をしたということで、こちらのヤフーニュース、新読売新聞社様がね、えー、記事に出しましたんでね、これちょっとね、簡単に話してみたいなと思います。はい、過去最多の56人が立候補した東京都知事選ですね、来月7日、は23日、告示後初の選挙サンデーを迎え、各候補者はあいにくの雨の中、街頭で熱弁を振るった。 序盤戦の動きを追うと、各陣営の戦略や狙いが見えてきたということですね。どういう狙いなんでしょうか。はい。告示日の20日は出発式を行っただけで、都庁に戻った現職の小池百合子候補71、4月の衆院東京15区補選で、一部の政治団体から演説妨害に遭ったことを理由に挙げたが、現職らしく公務優先の姿勢を貫き、確実に支持を固める思惑もある。 まあ、演説妨害はね、まあ、これは仕方ないですね。はいえー、公務は都庁にこもるうだけでなく、現場視察に重点を置く。同行するメディアを通じて、2期8年の実績や今後取り組みたい施策をアピールする狙いが透けて見える。街頭演説は週末が中心で、23日は奥多摩町のダムを視察後、JR 奥多摩駅前など2か所で演説。 2019年の台風の19号の被害に触れ、都民の命と暮らしを守ると訴えた。あこれはいいことですね。まあ、ダムって崩壊すると、もう河口付近がもう水浸しになっちゃう。僕も東日本震災経験してるんですけど、もう低い部分が水が溜まっちゃうんですよ。これは本当重要ですね。ここは本当、本腰入れてもらいたいです。 小池候補を実支援する自民党や公明党は裏方に徹する。23日も応援でマイクを振ったのは、地元選出の自民議員でなく、地元の市長だけ、えー。自民党連幹部は、自民党の幹部は表には出ないが、各種団体に支援を呼びかけていると明かし、公明関係者は、えー、都議を中心に地方議員が 支持層がためにフル回転していると話すのは公明党ですね。はい、これ組織法のこと言ってんのかなまあ自民党と公明党ですね。この2つを、こう、やっぱりバックに従えてるっていうのは、まあ強人ですよね。はい。<laughs> まあ、こういう感じですね。まあ、とにかくダムをね、あの崩壊してしまうと壊れても、まあ戦争でよくなんか狙われちゃうの、ダムっていうんですよね。まあ本当、ダムは本当重要です。 一方、前参議院議員の蓮舫候補56は、繁華街での街頭演説に力を入れる。喉を痛めないように、1日1、2箇所のペースだが、本人が話す時間を多くとっている。二箇所、1、2箇所ですけども、長い時間演説しているということですね。演説は告示直前に離党した立憲民主党が仕切るということですね、えー。反自民の姿勢を強調し、21日には、 萩生田光一自民党連会長の地元の八王子で、えー、自民派閥の政治資金、えー、規制法違反事件を批判したっていうことです。まあ、こういうところすごいですよね。やっぱりね、えー、こういうあのお金って裏金ってどういうふうに思えてるか分からないところ追求するところがこれ、蓮舫さんの強いところですよね。やっぱかみつき雨はこういうね、裏金そう。ちゃんとね、 国民からの支持が得られるように追求してもらいたいですよね、これね、政治資金法規制事件、政治資金規制法違反事件ですね。はい、えただ、支援を受ける共産党の露出は抑えにみだ。陣営関係者は左派色が強いと無党派層に敬遠されるっていうことですね。無党派層に敬遠されるというと明かすということで。えー、23日、錦糸町駅前の墨田区での演説では、共産の嫌い 吉子参議院を応援弁士に迎え、自民と一緒に都知事を目指す人には絶対勝ちたいと訴えたが、今回の選挙戦で共産議員と並んだのは初めてだったということで、あのー、共産党ということで、ちょっとね、剣気味になるかもしれませんけど、あのー、自民党、普通のだ民主主義のね、訴えてる党首が、あの政党がですよ、日本の政府が、 油かいてなんかのらりくらりやってると、まあ、共産党入れちゃうよとか、ミニセットに入れちゃうよって、そういう票出す人いるんですよね。えー、ですんで、まあ、そういったような票もひょっとしたら入るんじゃないのかなとは、僕は思うんですよね。要はと、レホンさんに入れると、東京都だってお前いいか減にやあれだぞっていう、う批判するアンチの方々からの票が入るっていうことも、民主主義のアンチの方、まあね、左、右にありますけど。 それもあるということを言ってるんでしょうね。こうした陣営の事情に共産党も理解を示すある共産党関係者は、党所属の議員がそれぞれ、えー、駅,駅,駅頭などで、えー、蓮舫候補への支持を呼びかけている党公認候補以上のお活動量だと話したということですね。 まあとにかくね、えー、こういう形ですね、共産党関係者との議員がそれぞれ、ねえー、頑張ってるっていうことは、共産党と立憲民主党かな。はい。うん。えー、石丸氏は SNS で活動拡散、玉茂上氏は保守層を取り込みっていうことですね。えー、街頭で最も精力,精力的に動くのは、広島県秋田方市の市長、前市長ですね、石丸真二候補だっていうことですね、41歳。えー、 毎日朝から夜まで30分刻みで演説場所を移動し、指示を訴え,訴えているっていうことで、ね、もう30分刻みで、まあ、若いですね、どん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 ん動いてるっていうことです。これは本当に素晴らしいですね。はい。狙いは知名度アップ、自己紹介や政治性に多くの時間を割く、学生街や下町などのターゲットを明確に絞り、23日はお年寄りに人気の巣鴨地蔵通り商店街豊島区で。 えー、既存の政党に属さない人間が東京の地位になれば政治が変わるってこう訴えたということですね。そうですね既存、まあ、既存するとなんかこう、ね、いろいろな関係が生まれるんだけど、その関係ない。僕のやり方でっていうことを言いたいんでしょうね。えー、ボランティア約5000人が SNS を駆使して活動ぶりを拡散しているといい、今後の演説で具体的な政策の批准も高める方針だということ人が SNS を駆使して活動ぶりを拡散しているということですね。もう素晴らしいですよ。これだけやっぱりいるんですね。ここのチャンネルもそうなのかな <laughs> よくわかりませんけど。はい、えー、この方ね、えー、石丸さん。僕も,僕もね、えー、動画では上げております。元航空幕僚長の田村俊夫候補75。 保守層の取り組みに余念がない国示日には靖国神社千代田区を参拝してから選挙戦をスタートさせ古巣の防衛省前でも演説したとその後も保守系団体の関係者らが街頭演説にかけて駆けつけて応援のマイクを握っているということですね日本原宿や池袋など若者が集まる繁華街で若者向けの政策を強調し政治への関心が低い層への掘り込み 掘り起こしにも力を入れる。23日は住みたい街として、えー、人気の吉祥寺駅前、武蔵野市で若い人たちの実質的所得が増えるようにしたいと演説、その場は商店街を練り歩き、記念撮影にも応じていた、そうですね、あのやっぱり実績がある防衛省での実績というのは、まあ、まあすごい実績あると思いますし、この人もやっぱりあの年長者なので安定しているっていうことはありますよね。 うん、やっぱりねか、かなりの票が入ってもらいたいと僕はね、思っておりますね。はい、ババあと、これね、まあ、大雑把にこの5人の方の,あの記事を取り,あの取り上げた読売新聞のあ記事を読み上げましたけど、まあ、各種各種今、東京都の人たち、真剣にあの政治の方をね取り組んでいる方もいると思いますので、はい、あのそういうね、あの との方々はねえー、ま1、あ、人一人ね。しっかりとした。あの考えで選挙に、えー、足を運んでもらいたいと思います。はい、私はね。隣の千葉県なのでね。全然関係ないんですけど、あのー、あのなんだ。あの介護介護手当あのタクシー券でもいいのでお願いいたします。関係ないですか？それでは皆さんごきげん。よう